はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日はですね、神戸から素敵なお客様を招いております、はい、鈴木明彦さんです、はい、ちょっとあの、うん、自己紹介を手短にお願いいたします。はい、かしこまりました、皆さんどうもこんにちは、神戸から参りました、鈴木明彦ことアッキーと、アッキーさんですね。はい、もう岡ちゃんとはもう7年前から、あの神戸に岡ちゃんが住んでた時から、ね、そうですね、よくね、神戸の家に遊びに行かせていただいたり、ね、本当あの神出のね、そうめっこさんですか、そうあのおっこさん の、あの山に一緒に登ったり、一緒に登ったりね、と岡ちゃんのね、あのセミナーとか講座とか、はい、あのよくそのね時はよく行ってましたね。そうですね、そうこのセミナーの受付手伝ったりとかね、はいはいはい、息子さんですかとかで言われて、いや違いますっていう、ね、手伝ってもらいました、いろいろ受付とかね。そう、本当にその時ありがとうございました。いえとんでもないです、本当にね、あの霊気のね、あの岡ちゃんのそういうスピリチュアルのね、霊気のホームページをね、あのその当時はすごくそういうスピリチュアルのこととか興味持ち始めた時期であって、で岡ちゃんのホームページにバシッと当たって、わこの人に会いたいってね、すごくそうでしたか思って、ですぐその1ヶ月後ぐらいに、岡ちゃんがね、神戸の大阪の方でか、講座されるっていうことで ね、 そ、 うですね、でその時に行って、もうそこからね、もう早7年と。早いもんですね。本当いろいろ、まあね、いろいろやってきたので、一言でこう紹介すると多分ね1時間ぐらいかかってしまう、ね、ということですよね。なのでまあいろんなね、あのスピリチュアルのことだとか、はい、里山再生だとか、そうです、ね、自然農の畑や、田んぼ、コミュニティ作り、あとそういう、こうトラディションタウンだとかパーマカルチャーだとか、うん、もうとにかく何でしょうか、まあ、僕自身が居心地のいいことをね、常に求めて、あとこの、ね、時代っていうのをいかにこう居心地よくこう創作していくかっていうところで、はい、この肉体を、ね、使っていたっていうね。で今はすごいそういうスピリチュアルのこともそうなんですが、ボディの方にすごいフォーカスしておりまして、はい、まあ、身体ワークとして、人間のね、その、潜在能力、もう今まで 4%、3% しか扱えなかった体をその 96%、7% の領域、まあ、要はカジマのバカ力を、普段自分の意図で、意思で出せるようになれば、まあ何かね、こういざ行動すると、いざこれを決めてやるっていう時にすごく効果的になるんじゃないかっていうような、ことを今すごく学んでおりまして。なるほど、これからの世界まさしくそちらの方に進んでいくようと思います。先取りしているわけですね。そうでございます。実は今日アッキーさんに来ていただいたのは、一つ、アッキーさんの弱点というのは情報発信力がないということなんですよ。情報発信今されているようなんですが、もう一つ二つですね、これに付け加えるとますますそのアッキーの世界が広がると思われます。で今日はですね、このアッキーさんにこのパソコン1台ですね、持って帰っていただいて、いやーありがたい、それで情報発信をしていただきたいというふうに思ったわけです。なるほど。それでですね、私の方で今考えているのは、その情報発信するツールのパッケージですね。一つは、ホームページ、ウェブページを、自分のホームウェブページを作る、それから動画配信をする、それから SNS をするなんですが、まあ、SNS はもうやられておりますので、動画とそれからウェブページと、で、こちらの、まあ、プロトコルタイプのパソコンの中にそれが仕込んでありますので、ちょっと皆さんと一緒にこれを見てみたいと思います。